警察車両がありますね。ここが事件が起きたとみられるバス停の現場です。男は親子に向かって突然切りつけたとみられています。日々から気をつけてはいるんですけど、まあ、ちょっとこういった事件があると、さすがに奥さんもちょっと今日、外出れないとか言ってたし、ちょっと子供も怖がったので、外行きたくないって気持ちですけど、まあ、ちょっと怖いです。親としてはもう学校に引き渡すギリギリまで一緒にいます。だから日本みたいに学校行ってきなさいっていう感じではないので、一人にさせることは絶対ないので。ちょっと相手に刺されたとかですけど、それに関してどうですか？ちょっとショックです。いきなりこう知らない人が乗り込んできて、で子供を多分守ろうとしてくれたんでしょうけど、ちょっとお気の毒っていうか、いたたまれないですね。じゃあ、はい、なんだよ、これ、これ、而且那个说老实话，日本小孩，包括日本的女士们、男的，大家都是很有素质的。日本跟我们大家老百姓之间，我们对不对？都是邻居啊，他们还蛮辛苦的。人家从日本到这儿来工作，小孩在这上学，对不对？这种有的东西不能去相信网上有些东西，不是代表我们大家整个中华民族。大家老百姓的想法。他为了这个一车的孩子，然后献出了自己的生命。我觉得在大爱面前不分国界。他在救人的时候，他也没有想过他是哪个国家的人，他只是想救下这一车的孩子，跟这些人民群众。所以我觉得他是非常勇敢的。放在我的身上，我是做不到的。特别谢谢阿姨，就是救了这么一车小孩，就是怎么说呢，就是只能说特别感谢，别的我也说不出来。